こんばんは、ピンさんです。アイスレックスやっていきます。まあ今回釣りラジオ編ですね。というかちょっと待って。トーナメントが次ノースリバーでパーチなんで、ちょっとノースリバーでパーチどこ釣れるか探すっていうのはありだね。あ、フリーフィッシング。時間制限と制約のない自由な釣り。フリーフィッシングにするとお魚買ってもらえるらしい。 ので、これちょっと試しましょう。いや、まあ今日はね、あ、本当だ、時間ない。あれなんすよ。その、ゴールデンウィーク、何のゲームやろうかなっていう、ことをですね。私、まあ、2年間ぐらいゲーム実況やってきまして、まあ、こういう感じでよくやってるんですけども、 なんかもうそろそろ諦めが出てきましてですね <laughs>。なんかここ最近、まあちょっとね、ブログとか見てみたら2、3週間ぐらいあんまり調子も良くなく、まあのんべんだらりとやっているわけですが、うーんね、調子がいい時はね、1ヶ月、2ヶ月先まで動画予備で作ってあるんですけど、 今ね、動画の曜日ね、とりあえずゴールデンウィークは、あの F1 ウェイシミュレーションの動画作ってあるんでいいんですけど、まあそれ以降全くね、動画作ってないので、まあね、その日暮らしですね。その日暮らしな生活をすることになりますね。もう毎日更新とか言ってられなくなっちゃってね。 まあ、それでゴールデンウィークね、何のゲームやったらいいのかなーっていうのを考えてて、まあ、つ、うんまあ、釣り、釣りゲーじゃないわ。積みゲーね。積みゲーをまあ、毎回言ってる通り、一個一個コツコツやるのか、まあ、最近ハマっている体験版をね、何でもいいか手出していくのか、 まあなんか中途半端に始めちゃったやつ、クリアまでとりあえずやんのか、そもそもジャングは何にするのかとか、まあ考えるわけですね。でもなんかもう調子が悪いから <laughs>、調子が悪いからもう、まあ何やってもいいかな <laughs>、みたいな <laughs>。そんな感じになってますね。うん。 なんかね、積みゲーをとりあえずチュートリアルだけやってみるっていうのもありだとは思うし、まあその日の気分で決めてもいいし、みたいなね、感じで思っております。なんとなくね、こう、データとあとは、その反応とかを見極めてバランスをとったね、感じの。 ゲームを選択したいわけですよ、個人的には。でもまあ、それとね、自分の感情の部分がね、なんかうまく合わないんで。今日は、なんだろうな、なんか、レースゲームすごい楽しいけど、明日になったらもうレースゲーム全然 <laughs> やりたいって思わないとかも、最近出てきちゃいまして、困ってるんですね。 まあ、ゴールデンウィーク中、どこかのタイミングでね、ライブ配信とかもやってもいいかなとも考えてはいるんですけど、パソコンのね、この、特に今やってるアイスレイクスなんか、ライブ配信にすごい向くと思うんだけど、パソコンからうまくね、YouTube にこの配信ソフトを介してログインができないんですよね。 なので、やるとしたら、また、プレステ4の機能を使って、ちょっとマイクのボリューム上げてやるかなって感じかなうん。まあ、やれればね、やれればやるかなって感じですね。うん。なんだかんだ、でもあれだな、時刻あった方が、 うん予定というか計画が立てられてよかったな。段取りがね、延々と喋ってられるというか、そういう感じになっちゃいますからね。とまあ、こんな感じで、なんでしょうね。まあ、情緒不安定ですね、今ね <laughs> うん。今ね、なんすかね、何やっても面白くないんですよね。ゲームに限らずなんだけど、本読んでも面白くないし、 外出かけるところないし、気分転換でやる <laughs> ことがないんだよね。失礼。ちょっとね、喋りながらね、この、咳が出ちゃうのも直したいよね。まあ、だから、喋らなくてもいいようなね、ゲーム。やろうかな。今ね、とりあえず候補に上がってんのが、太鼓立志伝と、あとは、蒼天の神の管。 変更、アンダーテール、オーバーパス。うーんー、あとは、喋らない系で言うと、アドベンチャーノベルだとナディアとか、地獄少女とか、うーんー、まあ、固めてやってもいいかなっていう感じはしますね。あと、かまいたちの夜とかね。まあ、ここ最近、ノベルゲームやって、 あの、セリフを読まないっていう進め方を慣れてきたんで、自分が。うん。まあ本当はね、ゲーム実況的にはアウトなんでしょうけど。まあ僕がセリフを読む系の動画で、数字が良かったことってあんまりないので、まあいいかな <laughs> って感じでね。もう自分がやりたいだけみたいな。ああ、なんかもうドッキングしてしまった。離れた。 まあ、とりあえずやっておきたいかなって感じだね、もうね。なんだろうな、明確に調子が悪くなったのは、久しぶりにアルコールを飲んだからだと思ってるんですけど、ちょっと移動しよう。なんかもうその <laughs>、 久しぶりにアルコール飲んでここまで体調悪くなるかねっていうね。なんか情緒が不安定になるかねっていうのはあるね。そうするとね、なんか、気分転換とかストレス発散とかないんだよね、あんまりね。うーん。アクションとかね、銃で撃つゲームとかやってもいいんだけど、 いまいち食事が伸びないですしね。あ、ここから先はいけないか。で、ちょっとこの辺で。そうするともうね、ストレス発散になるような趣味、筋トレとか、散歩とか、寝るとかでしょう。 うんまあ、どうしたもんかなって思っちゃうわけですよ、こっちとしたら。そんなんでいいのかなってね。うんまあ、趣味が小さいになってますもんね。ウォーキングシミュレーターやって、まあ、ゲームの中でも歩いてればいいのかなって感じもしますけどね。お結構、でかい引きだった。 おー、ジャンダだ。これなんか高く売れんじゃないのっていうか、フリーフィッシングで、フリーフィッシングやって、そうだな、なんか、でかい魚釣りたいっすよね。とりあえず、アイスレイクスもね、ある程度目途つけて、次の釣りのゲーム行きたいっすからね、そのためには、 まあ、10キロオーバーぐらいの魚1匹か2匹ぐらい釣って、はい、終わりーっていう感じになりたい,い,いですもんね。釣りのゲームなんかいっぱいありますから。ああ、やっぱでもポイント変えると釣れる魚というか引きが全然違うわ。ザンダーすげえ釣れる。こいつなんかカマスみたいな見た目してますね。 まあ、ゴールデンウィークはもうその日暮らしになっちゃうんで、うーん、どうしよっかな。うーん、まあ、その日起きてから決めよっかなっていう感じですね。多分、ストック作れても向こう3日分とかになっちゃうからな。うん、パーチ。 ちょっとこの穴から大物が出てくるとは限らないんですけど、一応ね、でかい魚釣れる用の、このカップケーキっていう、コインがね、釣れるやつがあるんですよ。あと、ナマズとかウナギとかね、この辺でかいんで、ホワイトフィッシュはまあ、普通ですけど、これちょっと試してみま、ましょう。 いや、っていうか、もう、そうそう、ゲーム実況引退の時期迫る、みたいな感じすらするね。ゲーム実況を楽しくやってない人って多分、俺ぐらいなんじゃないのって思うよね。みんな、楽しいって言ってやってますからね。あれは、すごいね。すごい、バチい感を最近感じますね。とてもね。 なんかたまーに仕事みたいな感覚なってる時あるんで。ヨーロッパアブ百2 0 6グラム。うーん、コイ釣りたいなハリス、これじゃないな。あー、でも、 まあ、そうだな、うん。針の種類がちょっと足りない。今日は今、何分だ今ちょっと待ってね。今、6時22分なんで、夕方の。まあ、やれて向こう30分ぐらい。まあ、喋ることもあればっていう感じもあるけどね。 そうっすね。このゲームだったら、ライブ配信で延々とやってられますね。設定見直してどうにかログインできるようにするか、配信ソフト変えるか、か。パソコンの性能が高ければね、レンダリングしてもそんなに時間かからないんで、 あんまり気にならないんですけど、今自分が使ってるパソコンの性能だと、フル HD の録画すると、まあ、30分だったらレンダリングに30分から1時間かかっちゃうんで、まあ、少し時間無駄になっちゃうんですよね。ホワイトフィッシュ。<laughs> 失礼。 そうだな,なるべく喋らなくていいゲームを考えようちょっと移動しようんといろんなポイントを確認しないとねいやまあこの辺で そんなに釣れませんね。移動しましょう。ホワイトフィッシュとヨーロッパアブナぐらいでしたね。うーん、まあ、やはり少し道具に不満が出始めますね。ここはどうなんだろうな。大きい魚が入っているような。 感じはしないけども、ちょっと試しに。浅いね。水深8メーターぐらいかな。 ここはホワイトフィッシュと ASP、まあ似たような魚種が来ますが、まあそこまで型がいいとは言えないですね。まあ波ですけどね。300g ぐらいでしょう、全部。当たり落ち着きましたので、ちょっと上がってですね、魚屋さん行って、 でみましょうかいやーでも結構釣ったわけだからさ1000ポイントぐらいは欲しいな <laughs> あ見えない壁が見えない壁があるいけないここいけた はい、魚屋さんですね。ああ、こんなもんなんだ。114ポイント。なるほど。これだったら、15分間の。<laughs> なるほどね。大会出た方が、だいぶ得ですね。えー、そんなもんなんすか。114、売る。で <laughs>、機材購入。 あー、ちょっと、そうっすね、ハリス、かなあれ、ハリス、なかったっけ種類で。ロット、エサかああ、あったあった。これで、その、パーチに最適なやつを、 パーチ上高はあるなあうんパーチに最あああったあったグリーンボンバーあ,あ買えないギリギリ買えない残り 61? ええー、買えなかったああでもあれ買って もう大会いい、ガン回しした方がいいってことが分かったんで。ちょっと釣りしてきますわ。でかくないパーチ。えー、1キロ超えのパーチとか初めて見たような気がするんだけど。 えー、カップケーキ食ってきたな。幸先いいですよ。うん。ここはパーチしか釣れませんでした。まあ、一応ザンダーも、ザンターが、ザンダーね。一匹釣りましたけど。まあ、これで金額言ってなかったら今日は諦めよっかなって感じかな。魚屋さん行きましょう。 さあ、お願いします。あ,あ、足りねえ。やっぱり少し足りなかった。はい。まあでも、いいや。はい。ということで、フリーフィッシングやってきました。これ、釣りラジオで別の枠というかね、シリーズにしようかなって思ったけど、表情フィッシングクラブの方のシリーズに上げておこうと思います。まあ、次回また、パイクじゃない姿勢、パーチ釣りですね。 やっていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。